マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはダイエット効果の高いさつまいも、美味しく召し上がっていらっしゃいますか？私もね、もうさつまいもはもう大好きです。そこで今回この動画ではマイナス10キロ、リバウンドなしの私がおすすめするさらにさつまいものダイエット効果を高める方法とおすすめのさつまいもランキングがわかるんです。もしあなたがさつまいものダイエット効果をさらに高めて健康的で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。マイナス10キロ痩せるさつまいもダイエットお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜさつまいもで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、さつまいもダイエットの痩せる食べ方とランキングお伝えします。では1つ目の項目です。なぜさつまいもで痩せることができるのでしょうかという痩せるポイントについてお話します。もうまずはですね、痩せるイコール、健康と美容ってもうこれ切っても切り離せないですよね。ということで、さつまいもを食べるにあたっての健康面でのプラスのポイントと美容面でのプラスのポイントと分けてお話ししたいと思います。まずこちら健康面からです。まず1つ目、食物繊維がめちゃくちゃ豊富なんですね。これは皮の部分にも多く含まれるところなんですけども、同じ芋科のじゃがいもと比べてもさつまいもの方がなんと3倍も食物繊維が含まれています。食物繊維とっても大事ですよね。食欲も抑えてくれますし、なんといってもお腹の大掃除、デトックス効果で代謝も上がって結果健康的に痩せることができます。そしてこちら2つ目はヤラピンが豊富なんですね。ヤラピンって何って思う方もいらっしゃるかもしれませんね。さつまいもをカットした時に白い液状のヌルヌルしたのが出てきますよね。まさにあれです。あれが食物繊維とセットになって、さらにあなたの腸をもうごっそりと大掃除してくれるんですね。そして3つ目はビタミン C がめちゃくちゃ豊富、リンゴの7倍もあるんですね。しかも嬉しいのが、加熱しても壊れにくいビタミン C なんです。そして次はクロロゲン酸が入っているからなんですね。これは何かというと、もう嬉しい効果、脂肪燃焼効果がアップする成分なんです。そして最後はこちら、カリウムがめちゃくちゃ豊富、これもすっきりとむくみ改善、デトックス効果をアップさせることができます。では次こちら、美容面に移りましょう。健康面とも、被る部分もありますが、もうこれやっぱりね大事なのでお伝えしたいと思います。まず脂肪燃焼効果がアップ、このクロロゲン酸のところでしたね。もうどんどん燃やしてって思いますよね。そして次、便秘解消効果もやっぱり美容にとっては大事ですよ。腸が汚れてるイコールお肌の汚れですから、しっかりとここで美肌を作っていきましょう。美肌といえばこちらですね、アントシアニンも豊富なので、さらに美肌効果がアップします。では次です、小顔効果もあります。カリウムが豊富なので、むくみ改善、デトックス、キュッと小顔になれるんですね。しかもよく噛みますから、フェイスラインの筋肉もよく使うことができます。そして最後に、プチ不調の解消効果があります。なぜかというと、さつまいもを食べると腸内環境が整う、要は腸がこう綺麗になるわけですよね。そうすると幸せホルモンと呼ばれるセロトニンがいっぱいできる、そうすると心の安定感、幸せを感じることができるんです。なので今から春というね、いろんな環境が変わる季節です。皆さん心の不調も出やすいですよね。その時にしっかりと腸内環境を整えるこのさつまいもを食べていきましょう。ではここから2つ目の項目です。さつまいもダイエット、痩せる効果的な食べ方とランキングということでお伝えしていきます。まずはさつまいもといっても、もういろんな種類今出てますよね。もう本当に高級なものからリーズナブルな、どこのスーパーでも手に入るようなものあると思うんですけども、ここでは全国皆さんいろいろね、この YouTube チャンネルご覧いただいていると思います。なのでどこでも手に入る品種を選んでみました。5つあります。こちらです。まずは品種別のカロリー、気になりますよね。ここを間違っちゃうと、さつまいもいいなと思って食べてても、実はカロリーが高かったってね、
食べ過ぎてたってことになりかねませんので、まずはカロリーチェックしていきましょう。高い順です。まず一番高いのは紅はるか179キロカロリー、2位はシルクスイート163キロカロリー、あんの芋は140キロカロリー、そして4と5は同じです。紅あずまとナルト菌の時はそれぞれ132キロカロリーです。で、簡単な見極め方をお伝えしますと、太りやすいさつまいもの特徴、ねっとり系です。甘くてねっとりした焼き芋ってありますよね。ああいったタイプが太ります。ところが逆にホクホクしたあんまり甘みがないこうじゃがいも系のよりのもの、こちら4番5番ですね。こういったさつまいもはやっぱりカロリーも低いですし糖分も低いのでおすすめです。痩せる食べ方の一つ目はこちらです。冷ましてから食べましょうです。ここすっごくポイントなんですよ。なぜかというとこちらレジスタントスターチが働くからなんですね。これはどういうことかと言いますと、まあ、簡単に言うとこのレジスタントスターチを増やすためには冷ます必要があるわけです。そうすると脂肪を溜め込みにくくする作用が働いちゃうってことなんですよ。まあ、詳しくお伝えしますとこちらレジスタントスターチっていうのはですね、まあ、その炭水化物に含まれるでんぷん加熱後に一旦冷ましてあげると増えるんですよね。そうすると大腸内の、まあ、細菌たちの餌、まあ、要は痩せ菌たち善玉菌たちが喜ぶ餌になります。なぜかというとこのレジスタントスターチがですね食物繊維ととっても似てるからなんですね。善玉菌たちはもう大好物なわけです。そうすると結局体脂肪をつきにくくすることができる作用がアップしますよっていうことなんです。そしてここからは注意点です。このさつまいもダイエット取り組みたいのであればおすすめは朝かお昼に食べても2分の1本までにしましょう。まあ、どんなにね今お伝えしたさつまいもダイエット効果欲しいと思ってしまってもですよ、食べ過ぎてしまってはカロリーオーバー糖質オーバーになります。しかも夜はおすすめしません。夜はもう活動する時間帯ではないのでさつまいもは向いてません。なのでしっかりと活動するぞっていう朝か一番食べても太りにくいお昼ご飯の時間帯に召し上がってください。私もそうしてるんですよ。朝かお昼に食べてます。でよくするのはさつまいも、まあ、焼き芋買ってきますよね。でちっちゃく一口大にカットしておいて一度に食べきれないので冷凍しておくんです。で食べる直前になって、まあ、少し何時間か前にね出しておいて常温に戻して冷ましてというかもうカチコチに固まってるんでね冷やしすぎるのもよくありませんので常温に戻るまで待ってから食べてます。そして次のポイントはこちら、あくまでもお米の代わり置き換えとしてさつまいも食べてくださいね。さつまいもも食べる、ご飯もお米も食べるじゃダメですよ。これは糖質の取りすぎになってしまいますから、あくまでもご飯とかパンとか麺類の代わりにさつまいもを食べるにしましょう。そして次のポイントはこちら、もうどうしてもね冷たいさつまいもよりもちょっとあったかいの食べたいなっていう時もありますよね。わかります。その時はもうじわーっと長時間加熱するのではなくってさっとねレンチンで短時間で温めていただきますと先ほどのレジスタントスターチがそこまで減ることなくキープできますから温め方にも注意してくださいね。そして最後はバランスよくになります。いくらね、まあ、完全栄養食品と言っても過言ではないぐらいのこのさつまいもなんですが、じゃあさつまいもばっかり朝昼晩食べるのかっていうのではダメですよ。バランスを崩します。なのでしっかりとさつまいもプラス汁物だったりタンパク質お野菜ですね、そういったバランス良いお食事を心がけてください。ではここから私がおすすめする焼き芋のランキングということでお伝えしたいと思います。やっぱりね地方それぞれあると思いますので、なるべくこう全国的に手に入るさつまいもイコール焼き芋になるんですけれども、私が選んできましたのでチェックしていきましょうね。まずは皆様の地域どこでもあるローソンとかファミマ、まあ、要はコンビニですね、で売っている焼き芋があるんです。まず一つ目はローソン1本210円になりますね。でこれは
紅はるかを使ってくださってますので、まあ、ねっとり系ですよね。先ほどお伝えした通り一番カロリーが高めのさつまいもになってますから、一度に一本パクリではなくってやはり 2,3 回に分けて召し上がってください。でもねっとり系の焼き芋ってめちゃくちゃ美味しいですよね。もうほんとねスイーツだと思ってます。2つ目はこちらファミマの230円の焼き芋です。こちらもローソンと同じ紅はるかとかシルクスイートを使ってくださっているので、まあ、ねっとり系のカロリーが高めのやっぱりさつまいもなんですね。その代わり美味しいですよね。しかもお店で石焼きにしてくださってますから、めちゃくちゃ甘みも増してとってもねもうこれは食べたくなってしまうさつまいもだと思うんですね。ただし同じように一度に食べずに 2,3 回に分けて召し上がってください。そして3つ目は私、まあ、大分県にいるんですけれども近くにあった夢タウンさんで見つけた焼き芋がこちら213円だったんですが、これはね手に入りました。ちょっと近くのねローソンのファミマさん焼き芋売ってるとこなかったので買えなかったんですけども、まあ、皆さん地域ではあることを願ってます。で私が夢タウンさんで買ったのはねっとり系の焼き芋の紅天使というさつまいも使ってくれてるんです。これめっちゃくちゃ美味しいですよ。もうほんとねっとり系でね茨城県産の有名なさつまいもが紅天使なんですね。でこれも、まあ、結局ねねっとり系です。なのでカロリーも糖質も高めなので私も一気に食べることはしないんですよ。で買ってきたらねカットして一口大にでちゃんとタッパーに入れておいて冷凍するんですよね。で食べたい時に取り出して常温に戻してから食べてます。そうするとレジスタントスターチもゲットできますし太りにくいしね、まあ、食べ過ぎ防止にもなるわけです。でこれすごいんですよ。1本あたりね結構大きくってどうでしょう、多分一番大きいかも買ってきた中で。ほほじゃじゃーん、こんなに大きい。もうこの量だとやっぱり私だと4回ぐらいに分けて食べるお芋になるんですけども、ちょっと割ってみたいと思います。もうねねっとり蜜がね見えますか、もう蜜が溢れてる。もうね美味しいよね。もうこれ本当にもう私さつまいも愛がすごすぎて結構ね毎日食べてます。じゃじゃーん、の香りがいいです。もうこれはねあの私スプーンでねすくって食べる時もあるんですよね、うん、よくねお昼ご飯の、まあ、代わりというかお昼ご飯に食べることが多いんですよね。忙しい時とかもうお芋食べちゃえと思ってこんな感じです。めちゃくちゃおすすめです。ちょっと食べてみたいと思います。でこれ本当ねあの皮ごと食べるといいんですよ。ちょっと今日はね撮影なのであのあんまりもぐもぐできないので剥きますけど、ちょっといただきます。あうん、美味しい。もうやっぱり紅天使さんめちゃくちゃ美味しいですよね。甘い、ね、ねっとり系なのでなんていうのかもうクリーム食べてるみたいですね、うん、なんかあんこあんこみたいです。では私が買ってきた4つ目の焼き芋はこちらイオンの213円の焼き芋です。でそれ何かっていうと、まあ、イオングループですね、トップバリューさんとか。これ嬉しいことに、まあ、私大分県なんですけども大分県産の焼き芋でカンタくんっていう種類です。甘いくて太いって書いてカンタくんって可愛いでしょ。でこれもね結構ね大きいんです。さっきの夢タウンさんと比べたらどうかな、同じぐらいかな、ね、これかなりね大きいのでこれもねやっぱり私4回ぐらいに分けて食べますね。ちょっとこれもねやっぱりカンタ君もね同じねっとり系で糖度が高いのでやっぱりこうやって蜜がねこうやって溢れてるんですよね。でこうやって割ってみます。ギャー、さっきの紅天使と似てる。こちらですね、ちょっとこちらもいただきたいと思います。ちっちゃいちっちゃい。これやっぱりね食べ出すと止まらないので最初から私ねあのこうやってカットして食べるようにしてます。じゃないと食べ過ぎちゃうので。いただきます。うーん、おいしすぎる。
もね、もう本当にあの芋羊羹、うん、みたいな、もう本当羊羹系ですよね。もうとっても美味しいです。そして5つ目の焼き芋はこちら、業務スーパーで買ってきました。170円でした。さすが業スー、一番安い、コスパいいですよね。しかも今からお見せしたいんですけれども、私の近くの業スーさんはね、こんな袋に入れてくださってて、で一番やっぱりね安いですよね。これ全部税込みなんですけど、ここはどうかな、私買うとここ税込み170円だったんですよ。どんなお芋さんかというと、キャー、かわいい、ちょっと太っちょさん選びました。いや、さすがにね、あの買う時に並んでるじゃないですか、さつまいもって。でどれにしようかなって本当は中見たいんだけど、まあ、あまりね袋ごとこうベタベタ触るのも悪いなと思って、まあこれだと思うね、ピンときたのを選んだんですが、こんなに丸々太ったかわいいさつまいもでした。でこちら私の地域の業務スーパーさんのこの焼き芋はね、シルクスイートを使ってたんですよね。でまたこのシルクスイートもね、先ほどお伝えした通りねっとり系でカロリーが高くって、あのね糖度も高いんで、これも食べ過ぎには注意です。ちょっと先ほど2本と比べたら若干ホクホク系かな。私これね今動画午後撮ってるんですけども、午前中朝一番で買ってきたんですよ。なのでいい感じで冷えてる、まあ、冷えてるというか常温、冷たいわけではないんですよね。見えますか、ホクホクホクって。でこれ本当はね皮ごと食べるともっといいですよ、食物繊維が取れるので。いただきます。うん、でもちょっとこのシルクスイートの方がちょっとこうじゃがいもっぽいっていうか、こう芋って感じがしますね。芋だっていうわかります、なんとなく。美味しい、これもめちゃくちゃ美味しい。ちょっと私ね今かじったところはちゃんと食べようと思うんです、一気には食べないですよ、気をつけていきたいと思います。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高い、私が大大大好きなさつまいもの痩せる食べ方とか品種、そしてランキング形式で焼き芋をご紹介しました。あなたの街でももしおすすめの焼き芋ありましたら、ぜひこちらコメント欄で教えてくださいね。楽しみにお待ちしています。さあこの動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。